瀬戸康史の動画。みんな覚えてるかい？あれあれ、例のあれ、大人気であっという間に店からなくなってしまったあれあれ、覚えてるかい？覚えてるかい？覚えているかい？そう、サラダチキン。そう、サラダチキン。懐かしい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 、これが復活したんだよ。4、7月の末にこっそり復活してました。ありました、サラダチキン、サラダチキン、キン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 、伝説のあのサラダチキンが復活してた。よっちゃ食うぜ、食べちゃうぜ、ワイルドだぜ。汁が出てきて床に白こぼしたくない潔癖症な瀬戸康史よ、潔癖症でございます。汁をこぼさぬように食べよう。おいしい。 100g あたりのエネルギーが 105kcal、 そしてタンパク質が 23.8 も取れる。これはプロテイン並みの数値だそうです。だから食べても太らない、モリモリ食べても太らない、だからダイエットに最適なの。お腹がポッコリ出てる人、今すぐ食べたらいいんじゃね、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 いいんじゃね。うまいな。サラダチキンだけ食べてっちゃダメ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 。そういえば昨日 NHK でさ、やってたよね、東京都知事選の政見放送。そしてあれ見たよ、みんな大好きマック赤坂、マック赤坂、マック赤坂さんの代表的なギャグは、ジドンジドンサジドンサジドンジドンジドンサジドンサジドン、代表的なギャグですな。でも俺昨日見つけたんだ、新しいギャグ、マック赤坂さんの新しいギャグ見つけたの。東京オリンピックにちなんで作られた、その新しいギャグやってみようぜ。おもてなし、これ面白い面白い、すごくいいなすごくいいな、私も使いましょう。おもてなし、これ何の動画、これ何の動画、セブンイーアンドアイホールディングス、セブンアンドアイホールディングス。サラダチキンの話してたらいつの間にか政見放送の話になって、スタジオだ。なんか文句ありますか、なんか文句ありますか、なんか文句ありますか。とにかく俺が言いたかったのは、セブンイレブンのサラダチキンがもう復活してるよってことだよ。みんなセブンイレブンに立ち寄ったら探してみてね。じゃあまたね、じゃあまたね、バイバイよ、バイバイよ。懐かしい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 宝ハハ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 ハ